はい、皆さんこんにちは、ドブルタです。はい、今日はですね、バーチャルレース、まあ僕自身がチャレンジするということで、動画の方を撮影します。目標はね、やはり味噌汁ということで、累積1万をチャレンジしたいと思うんですけど、まあざっくり計画というか、まあここにちょっと書き記したので、まあ、こんな感じで僕計画してますので参考にしてみてくださいっていうことで、まあ、ここが僕の、まあスタート地点ですね。スタート地点で、まあ、家なんですけど、ここで補給とかをもうしてしまおうという考えでいます。で、一周がだいたい 1.5 キロぐるっと回ってきて 1.5 キロで、累積が、100アップぐらい、100メートルアップぐらいになります。なので、10周、これ10周ごとで考えてるんですけど、10周すると、まあ15キロで、累積が1000アップっていう感じになるかなと思います。で、だいたい1周が、まあ20分ぐらいの計算で、まあ3時間20分ぐらいかかるかなという計算で、プラス1周終わると10分の休憩ということで、まあ10本やって3時間30分という計画になってます。で、次、まあ、ぐるぐる往復っていうことで、僕はぐるぐるも往復も両方取り入れようと思っているので、今度は10周終わったら、ここで補給して10分ぐらい補給するとまたすぐ出ていって、往復っていう形で、登ってこっちまで降りると、これで1本ですね。で、登って降りる2本ですねっていう感じで往復、まあ往復になると5往復になるんですけど、山を1個越えてしまうので5往復っていう形で、まあ10本ですね、本数で言うと10本になります。で、それでだいたい9キロで累積1000アップぐらいになります。で、まあロードの部分が少しカットされるので、時間は少し短縮できるということで、まあ2時間50分かかって10分休憩ということで、まあ20本で6時間30分というのは一つの僕の計算の目安にしてます。で、順番にそのままずっと順調にいくと、まあ全部10分休憩ですね。10周ごとに10分休憩っていう感じでやって、100本終わった時に大体33時間30分という計画ですが、累積1万いくんじゃないかと。もし少し足りなかったりするとプラス5本とか10本とかいくかもしれません。まあいけるかどうか自信はあんまりないんですけど、久々ちょっとレースとかも全然ないんで、まあこんな形でバーチャルレースって感じでみんなで盛り上がってできたらなということで、まあ先陣を切ってちょっと味噌汁にチャレンジしてみたいなと思います。できなかったら、できなくてもちゃんと動画アップしますんで、また、チェックの方よろしくお願いします。一応、Twitter、Instagram では速報をちょこちょこ出そうと思ってるので、応援していただけると嬉しいです。それじゃあ、まあ、皆さんもぜひまたチャレンジしてみてください。僕も今日は頑張ります。じゃあね、また会いましょう。バイバーイ。